ちゃいましょう。はい、本日もご視聴ありがとうございます。今日はヒドゥンご紹介したいと思います。主役登場人物こちらになります。ドン。ドン。ドン。こちら覚えておいてください。今からストーリー紹介するのに登場人物の方覚えておいてください。銀行の防犯カメラにジャック・デブリースが映る。デブリースは銃を乱射し警備員を撃ち、死傷者の手荷物を拾う。そしてデブリースは防犯カメラめがけて発砲した。銀行を出たデブリースは制止する警備員を撃ち、車で逃走する。駆けつけたパトカーがデブリースを追う。デブリースはカーステレオを大音響で聞きながら人命を完全無視で逃走を続ける。自分の車を女性の車にぶつけてパトカーの進行を妨げたり、パトカーを路端に押し出したり、車椅子の老人に突っ込んだり。しかしジャック・デブリースは本来物静かで温厚な人間だった。聞き込み中のベック巡査部長を相棒のウィルスが呼びに来る。カーステにリズムを取りながら暴走するデブリースを刑事たちは集合し一斉に待ち構える。デブリースは一斉射撃されても道を塞ぐパトカーの中に平気で突っ込んでくる。危険を感じた刑事たちは退避して血だらけで車から降りてきて笑うデブリースに発砲する。車は引火して爆発しデブリースも吹き飛ばされる。こうして大火傷を負ったデブリースは入院した。デブリースは2週間で12人も殺害していた。ベックの直属の上司のマスターソン部長にエド・フリン警部補はベックを借りたいという。上院議員の警護が必要なのだ。そこへ FBI のギャラガー捜査官が訪れる。マスターソン部長ですね。FBI のギャラガーです。地元警察への協力を求めるために来たのだ。ベックはギャラガーに協力するため報告書の作成を同僚に任せることにするが、ギャラガーが捜査していたのはジャック・デブリースだった。ギャラガーはデブリースの入院先に急ぐことになる。病院では瀕死のはずのデブリースが起き上がり、隣のベッドの患者の生命維持装置を外し患者の口を開かせる。デブリースの口からは不気味な生き物が姿を現し、患者の口の中に侵入していく。そしてデブリースは生き絶えた。患者はミラーと言い、蘇生を試みた医師は弾き飛ばされ、ミラーは突如意識を取り戻した。ギャラガーが病院へ到着した時には、ミラーはすでに逃走した後だった。ギャラガーはファイルからミラーの写真を抜き取る。FBI です。その頃、親切で誠実だったミラーは、今やレコード店で公然と盗みを働いていた。おい、何やってんだよ。よ、その上、止めようとした店員を殴り殺し、そしてレジから金を盗み、ラジカセを持ち去った。ギャラガーは、ベックにミラーの写真を見せ、探そうという。最初は関心のなかったベックだったが、レコード店の現場で目撃者の証言を聞き、描かれた犯人の似顔絵を見て気が変わり写真で手配する。似てる？ええ、そっくり。強盗殺人容疑で指名手配だ。強盗殺人容疑で指名手配だ。ベックがギャラガーに説明を求めると、
前歴がないのは絶えず正体を変えているからだ。ミラーもデビリウスも同じだ。というギャラガーは、ベックを自分の車に乗せ、乱暴の運転をする。知らない。ギャラガーに車の値段をベックが尋ね、盗んだのかと言うと、ああ、そうだ。と答える。一方ミラーは、大音量でラジカセを聞きながら、軽食を食べている。音楽にノリノリだが、具合は良いとは言えない。テレビでは上院議員のニュースが流れており、このニュースをミラーは見るが、窓の外を赤いフェラーリが通ると追いかけて店を出る。ミラーはなぜあの店を襲ったんだというベックに、気に入ったからだ、奴は欲しいものがあれば奪い取る、邪魔するものは殺すだけなんだとギャラガーが説明し、赤い車に寄って追いつき、この車が欲しいというミラーを、うるさい客だと思った車屋は店員に、つまみ出せという勝手に試乗しているミラーに店員は声をかけ、何やってんだ、キーがないぞ、ミラーを追い出そうと殴る。二度と来るな。しかしあっけなくミラーに撃たれてしまう。あの車が欲しいという声に、車屋はドアを開けて店員が射殺されたことを知ると、慌てて車の鍵をミラーに渡すが、ミラーはありがとうというなり二人を撃ち殺した。殺された車屋の客はアンカー貿易の社長で、財布もなくなっていた。赤い新型車がなくなっていると知ると、安田、フェラーリが好きなんだとギャラガーは言う。緊急手配しろ、もう4人も殺されているとベック。ミラーは財布の中身からアンカー貿易の場所を知る。善良な市民がなぜ突然殺人鬼に変身したか、かたやギャラガーの運転はかなり乱暴で、ギャラガーとベックは徐々に理解を深める。個人的と言うべきかな、相棒を殺された。俺も一人なくしてる。ミラーはどうやら女性に興味があるらしい。音楽はカントリーが嫌いらしく、プレイヤーを破壊する。ミラーの本体は、胃腸炎が重症で心臓を患っているため、かなり具合が悪そうだ。ミラーの左腕から生き物の触手が飛び出してしまい、ミラーはガムテープで補修する。火炎放射器、すごいだろう。署に戻ったベックに、家から電話が入る。ベックはギャラガーを自宅に誘った。おかえりなさいパパ。ただいま。帰宅したベックと妻子の様子をギャラガーが見つめる。FBI だ。ベックの妻は娘をギャラガーに紹介するが、娘のジュリアです。ギャラガーさんにご挨拶は？娘は人見知りして口を聞かない。ギャラガーはベッドの中のその娘を見つめて席を外した。その頃ミラーはストリップ劇場のカウンターにいて、ストリッパーの挑発的な踊りを見つめるのだった。ベック夫妻と夕食を共にするギャラガーは、なんだか全てがぎこちない。ええそう、片付いたら家に帰ります。お生まれはそこ？え？お生まれはどちら？北の方ってこと？地名は？ラスワイワーク。聞いたことがないけど。お嬢さんは、ジュリア？ジュリア？あの子は、とても、素晴らしい。愛してるんですね。当たり前だろ、自分の子だ。離婚したのか？妻は死んだ。妻と、僕の幼い娘は、殺されたんだ。相棒を殺した奴に。赤い車が発見され、就寝中のベックに連絡が入る。ベックが酔い覚ましの発泡剤を渡すと、例のフェラーリが見つかった。ギャラガーはそれをかじる。発
発泡大だぜ。水に溶かして飲むんだよ。冗談じゃないわ。出て行ってくんない？ミラーは楽屋を訪れ、助けを求めるストリッパーを襲う。ストリッパーが裏口から出てくると、楽屋で女性の叫び声がする。赤い車に近づくストリッパーを警官たちが止めた。近くにいた男が声をかけてくる。あんた車好きか？俺はご機嫌な車を持ってるんだと誘われ、ストリッパーは一緒にその場を去る。ベックたちが現場に着くと、ミラーはすでに腐りかけていることがわかる。頭痛薬をもらったギャラガーは発泡剤のように溶かそうとする。駐車場の車内では異変が起こり、男性が転がり出てくる。ストリッパーは自分の胸に興味があるようだ。頭痛薬を苦労して飲もうとしているギャラガーをよそに、ベックが聞き込みをしていると、中に男が倒れてたわ。このストリッパーを探せと、ギャラガーは写真を確保する。また死体か？そう、駐車場にね。そう、これは奇怪な事件だ。大音量で爆走するストリッパーの車をパトカーが見つける。ゆっくり車の外へ出ろ。車から降りたストリッパーの挑発を警官たちは喜んだが、ストリッパーはたちまち銃を乱射して逃走する。ベックたちが通りがかって追跡し、窓から銃を撃つ。いいか、タイヤを狙って撃つんだ。当たると思うならてめえでやってみろ。ハンドルを頼む。自分で握ってて何バカなことを。ギャラガーの銃弾がストリッパーの車のタイヤに命中。マネキン工場に突っ込んだ車を追う二人。会場から二人を狙い撃つストリッパーに応戦するが、銃弾が何発も命中してもストリッパーは平気だった。弾切れでさらに会場へ向かった女を二人は追う。死ぬ前に捕まえないと。死ぬ前に捕まえなきゃ。死ぬのを待つ方が利口だ。屋上へ出て女を探す二人。女が不意に現れて銃を乱射する。銃弾がベックの左肩に当たり、屋上から落ちそうになる。必死で捕まるベックに近寄る女に、背後からギャラガーが何発も撃ち込む。女が倒れた隙にギャラガーはベックを助け、立ち上がった女に向かいながらさらに何発も銃弾を撃ち込む。銃弾を平気で受けながら後ずさる女をベックは見つめた。女は、俺はまだここから出ないと言って、屋上からネオンを突き破って飛び降りた。現場に愛犬を連れて、マスターソン刑事がスウェット姿で駆けつけた。犬がストリッパーに引き寄せられると、不意につかみかかられる。女から離れよう！と、ギャラガーが駆けつけた時には、悪夢終わった。もう死んでる。これで三人目。そばにいたのは誰と誰だ？死んだんですよ、ギャラガーさん。もう終わった。敵を見失って途方に暮れるギャラガーを犬が振り返って見ていた。奴は生き延びてまだどこかにいる。だがもう手がかり一つない。あいつを逮捕しろ、あいつを逮捕しろ。 FBI よ。納得できる説明をしないギャラガーをベックは留置して調べると、ギャラガー本人は山火事で死亡しており、ストーンという友人がギャラガーを名乗っているという。マスターソン部長の家では犬が鏡を見ており、夜中に冷蔵庫からリンゴを食べようとするマスターソン部長が犬に襲われる。お前さんの本名は、君の名前はロバート・ストーン。今わかっているのはそれだけだ。一体どういうわけで三人の善良の市民がある日突然殺人鬼に変身したんだ。人間じゃない。何年もそいつを追いかけてここへ来た。武器を返してくれ。あれでしか殺せない。ベックは再びギャラガーを留置する。
翌朝、マスターソン部長部が非番なのに出勤してくる。ちょうどフリン警部補が上院議員の警護の打ち合わせをしていた。鑑識がギャラガーの武器を触ると壁が爆発。武器を拾い上げたのはマスターソン部長だった。マスターソンはベックを捕まえ、ギャラガーのところへ案内させる。サンチェスと相棒のウィルスが連射して、ベックはギャラガーの武器を奪い返すが、サンチェス離れろ。油断したサンチェスはマスターソンに射殺される。ベックはギャラガーの留置室の鍵を開けるが、マスターソンが手榴弾を爆発させる。アルファーク、人間になった気分はどうだ。二人で組んで地球を乗っ取るというのはどうだ。死ね。マスターソンは至近距離でギャラガーにバズーカ砲を向けるが、ベックはマスターソンの額を撃ち抜く。バズーカ砲は狙いが外れて爆発し、マスターソンは姿を消していた。残された血の匂いから、もうすぐ抜け出す。とギャラガー。しかしマスターソンはすでに抜け殻で、そばにいたのはベックの相棒のウィルスだったという。君の相棒だ。上院議員の講演会場にウィルスがやってくる。ベックとギャラガーが講演会場に急行すると、すぐにフリン警部補が警戒態勢を発令してくれる。ウィルス刑事、命令によりあなたを拘留します。わかった。発見されたウィルスは警官を射殺する。上院議員と秘書をボディーガードたちは厨房に隠す。ウィルスは警備の刑事たちに乱射されても平気で反撃しながら進んでいく。ギャラガーとベックも追いつき、銃撃戦は厨房へと移動していく。ベックが弾切れになり、無防備なところをウィルスに撃たれてしまう。ベック。ギャラガーはベックに駆け寄り、そこへフリン警部補たちも駆けつけてきた。さらに奥へと進んだウィルスは上院議員のボディーガードを次々に射殺。上院議員は秘書だけでも助けようと彼女を何度に隠す。何が望みだ。ウィルスは上院議員に近づくが、何度の秘書からは二人の足元しか見えない。よし行こう。ギャラガーが駆けつけた時にはすでにウィルスは死亡。警備の警官たちに囲まれて移動する上院議員に生物が移動しており、舌なめずりしていた。上院議員は公園で大統領になりますと言い、 FBI のギャラガーだ。ギャラガーは大きなバッグを持って講演会に戻ってくる。バッグの中身を見られそうになったギャラガーは逃げ出し、撃たれながら上院議員の講演会に走る。上院議員はフリン警部補から銃を奪い、銃を連射。ギャラガーは崩折れそうになりながら火炎放射器を上院議員に向けて発射。火だるまになった上院議員、その口から異生物が出てくる。見て。ギャラガーが力尽きそうになりながら武器を生物に向け光線を発射すると、生物は爆死する。入院中のベックの容態は悪く、ママ、パパはすぐ元気になるの。意外に元気そうなギャラガーは、自分の病室のドアからベックの妻子の様子を見て、ベックの病室に忍び込む。ベックが瀕死状態なのを確認すると、ギャラガーはベックの口に向け、自分の口から魂の光のようなものを出す。医者とベックの妻が駆けつけた時には、ギャラガーは息絶え、ベックが持ち直していた。ベックは妻に、いや、と言い、妻は喜びに泣く。幼い娘はベックに近づき、差し出されたベックの手に微笑んで、小さな手で握った。はい、本日もご視聴ありがとうございます。なんと言っても、この魅力は主役ですよね。砂の悪性は彼の美貌を持ってもダメでしたけど、あんまり長すぎてこけましたけど。ブルーベルベットの主役でもありますね。衝撃的でした。悲しい。虫が。宇宙人なんですけど、妻子を殺された宇宙人の役です。やっぱりちょっとなんか表情的にクリストファー・リーブと一緒で、ちょっと地球人離れしたような要望が伺えますので、この役にはぴったりだと思いました。妻子を他の宇宙人に殺された役です。最後命を
友人の刑事に提供するんですけど、さてこの生き残った刑事ですよね、彼が命を捧げて蘇らせた刑事は本当は誰なんでしょうっていうところなんですよね。子供が手を握るところからして父親を感じたとは思うんですけど、蘇った刑事の中には彼も一緒に存在しているのではないかと思います。でなければちょっとあまりにかわいそうなストーリーとなってしまいますね。はい、またこのように面白い映画を、紹介していきたいと思っています。はい、本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見、ご要望、ご感想をコメントください。ではでは、またねー。